佐藤忠は、日本の評論家、編集者。君党は、君四党。日本映画大学名誉学長、文化功労者。本名は、いい忠夫。日本映画学校校長、日本映画大学映画学部教授、日本映画大学学長などを歴任した。新潟県新潟市出身。小学校高等科を卒業後、中学校の入学試験に落ち、1年後。 海軍の少年飛行兵に、ヨカレン出身。敗戦後、故郷に戻り、鉄工所で働く。新潟の鉄道教習所を1949年に卒業し、国鉄に入り、神奈川県大船に住むが、3ヶ月後に国鉄から解雇される。東京で職を探すが見つからず、電気工事店に1ヶ月勤務した後、新潟に戻り、電電工社の工場に勤務しながら、 二年間、定時制高校に通う、新潟市立工業高等学校卒業。工場で働きながら、映画評論の読書投稿欄に、映画表を盛んに投稿。また、1954年に、思想の科学に、大衆映画論、人況についてを投稿し、鶴見俊介の絶賛を受ける。1956年観光の初の著書、日本の映画でキネマ順法賞を受賞。 1957年に映画評論の編集部員になるよう誘われ、上京する。映画評論、思想の科学の編集に関わりながら、評論活動を行う。佐藤重臣と共に、W 佐藤と呼ばれる。1959年、加田浩二、森秀と、鶴見俊介、虫明アリョ村井美佐を、柳田国を、高倉テ福田貞吉らと、 大衆芸術研究会を創設。さらに、1973年から、妻の佐藤久子と共同で、個人雑誌、映画史研究を、編集、発行。日本映画学校校長、日本映画大学学長。1996年に、史受報賞を受賞。その他に、君四等局実賞受賞、芸術戦勝文部大臣賞、韓国王冠文化勲章。 レジオンドヌール勲章シュバリエ、芸術文化勲章シュバリエ等を受賞。2019年、文化功労者。第7回側北賞を妻の佐藤久子と共に受賞。アジア映画を中心として、世界中の知られざる優れた現代映画を発掘、紹介し、映画界全体の発展に寄与した。作家、編集者の岸川誠は、弟子筋に当たる。ありがとうございます。